ジム・ロスカトフはアメリカ合衆国の元バスケットボール選手。カリフォルニア州サンフランシスコ出身。1960年代に NBA ファイナル8連覇を達成したボストンセルティックスの一員。オレゴン大学卒業後、1955年の NBA ドラフト3位でボストンセルティックスに入団。セルティックスは50年代後半から60年代にかけて、 計11回の優勝を果たすが、セルティックスの強さを象徴するのは、ビル・ラッセルを中心に据えた強力なディフェンス力にあった。ロスカトフは成績こそ目を引くものはないが、彼も、また名ディフェンダーとして、ボストンディフェンスの中核を担い、11回のうち7回の優勝に大きく貢献している。そのプレイスタイルはパワフルで荒々しく、 ニューヨークニックス所属のケニー・シアーズの顎を砕いたこともあった。引退後、セルティックスは彼の背番号18を永久欠番にしようとしたが、ロスカトフは将来もこの背番号が引き継がれることを希望し、これを辞退した。18番は、その後1970年代に、 再び黄金期を迎えるセルティックスの中心選手であるデーブ・コーエンスの名で永久欠番に指定された。なお、現在セルティックスのホームアリーナにはロスカトフの功績を称えて彼の愛称であった老子を綴ったフラッグが掲げられている。ありがとうございます。